今日のイカれた偉人は小説家内田百顕。代表作には阿房列車があります。夏目漱石の大ファンだった百顕でしたが、実はとんだ借金野郎でした。給料はもらったその月に使い果たし、毎月知人友人からお金を借りていました。もちろん闇金ともご対面。百顕はうまいもん食いたい、旅行行きたい、酒飲みたいと思ったら即借金をし、欲望のままに生活していました。そして百顕は、給料日は借金取りが来るから嫌いだ、でも借金をすればうまいもんが食えると変な境地にたどり着き、さらには借金することを錬金術と呼ぶようになりました。これで大学の先生というのだから驚きですよね。まあとんだ反面教師といったところでしょうか。ではまた。